ジョシュア・ウェイニエジンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ハンディンドン郡スリースプリングス出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。名前の読み方は、づりのまま、エッチインなので、エッチンである。2009年の MLB ドラフト50巡目で、アトランタブレーブスから指名されたが、この時は契約しなかった。2010年の MLB ドラフト30巡目で、 ニューヨークメッツから指名され、プロ入り。この年は、参加のマイナーに球団でプレーした。2011年は、A 級サバンナと A 級セントルーシーメッツでプレーすべてリリーフでに球団合計49試合に、登板して、防御率1.5066インニングを投げて76奪三振の好成績を残した。2012年は、開幕を A 級 ビンガムトン・メッツで迎えた後、途中トリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ昇格した。7月13日にメジャー初昇格を告げられ、同日のブレイブス戦でメジャーデビューを果たした。この年メジャーでは34試合に登板して1勝2敗、防御率4.5630奪三振の成績を残した。2013年は開幕を初めてメジャーで迎えたが、 不調で4月27日に AA 級ビンガムトンへ降格。その後、トリプル A 級ラスベガスフィフティワンズを経て6月11日に最小格。以降は19.1イニングで2失点のみと、好調だったが、7月下旬にあばら骨を痛めて、シーズン終了となった。この年も34試合に登板して1勝1敗、防御率3.7720奪三振の成績を残した。 2014年は開幕をトリプル A 級ラスベガスで迎えたが5月15日に昇格すると左のワンポイントとしてメジャー定着。最終的に自己最多の47試合に登板して1勝0敗、防御率1.3228奪三振の成績を残した。2015年のスプリングトレーニング中に左ヒーチのトミー・ジョン手術を受けた。 そのためマイナーも含めて登板することはなかった。2016年2シーズンぶりにメジャーの舞台に復帰し、16試合にリリーフ登板。防御率5.23ホイップ1.55と打ち込まれたが1勝を挙げたほか脱三振率9.6をマークした。なお、マイナーでは A 級セントルーシーとトリプル A 級ラスベガスで計43試合に登板し、2勝2敗。 防御率3.11ホイップ1.54、脱参進率10.8という成績を残した。2017年7月30日、トレードで加入したばかりの AJ ラモスをアクティブロースターに登録するため、DF となった。8月2日に40人枠を外れる形で、AAA 級ラスベガスへ配属された。この年メジャーでは46試合に登板して0勝1敗、1セーブ。 防御率3.6527奪三振の成績を残した。レギュラーシーズン終了後の10月4日に FA となった。2017年11月28日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2018年5月18日に FA となった。2018年5月23日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。 2019年1月29日に引退を発表した。ありがとうございます。